どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回はバージョン 2.7 でサンデーと希望のさすらい人の実装が確定しましたので、そちらについて話していきたいと思います。しかも復刻にはホタルと軽減が来ましたので、悩ましい組み合わせになったなと思います。なかなかの組み合わせというところではありますが、この並びとなるとガチャの計画はかなり大変になってくるのかなと思います。そこで今回はサンデーと帝運の性能が一部公開されていますので、それをもとに運用方法の仮説からガチャの判断をしていきたいと思います。あとはホタルと軽減の復刻もありますので、それを入れた上でどうやってガチャ計画を立てるのかまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずサンデーの性能から振り返っていきたいと思います。こちらに関しては公式の方を見た上で話をしていきます。まず秘技についてです。秘技に関してですが、最初のスキルでバフを付与することは可能となります。最初の1回だけなので一度しか付与できないというところになりますが、初動の火力アップに貢献できるようになっています。使っておくだけでアタッカーの火力が伸びるのはいいところですね。続いてスキルに関してですが、対象と召喚物のバフを付与するってところです。まず1つ目、召喚物と対象を即行動させるというものです。召喚物の即行動に関しては今までなかったものですね。その他に4代目 30% アップで召喚物があった場合プラス 50% される、テンプで回心率も 20% アップ可能、祝福されし者状態だと SP を1回復、追加能力でデバフを解除可能、そしてこちらの効果ですが、調和キャラにだけ即行動は適用されないっていうものがあります。これだけ並べてみるとかなりのバフの量になっているのかなっていうところです。かなり強いですね。続いて必殺技です。EP 回復と回心バフを付与できるというところです。指定キャラの最大 EP20% 分を回復というところですね。あとは祝福されし者状態を付与することが可能です。この状態を付与された味方に関しては回心ダメージがアップするようになってます。また先ほど話したスキルで SP1 を回復するようになっていきますね。なかなか組み合わせとしては強いものになっているかと思います。ではサンデーについてまとめていきたいと思います。まずサンデーの性能として見ていくと、回心率、回心ダメ、4ダメ、即行動、デバフ解除、EP 回復、SP 回復と1人でほとんどのバフと回復を配れるようなキャラとなっています。性能盛りだくさんって感じですね。ただし対象は1人っていうところです。性能的にはブローニャの上位互換に近いのかなっていうところです。ではサンデーが活躍しそうなところについても話していきたいと思いますが、バフの幅が広いっていうことがありますので、通常の調和キャラとしての使い道もありそうかなと思います。召喚物持ちだった場合はプラス 50% っていうところですからね。なので召喚物を持っていないキャラだったとしても、バフとしてはそれなりに発揮できるのかなと思います。活躍の幅は本当広そうだなと思いますね。しかも異物でさらにバフを増やせるってこともありますので、かなり強いんじゃないかって予想です。こうやって性能を見てみると使い道が多いので、いろんなアタッカーに合わせるっていうのが楽しみですね。続いては希望のさすらい人について性能をまとめていきたいと思います。名前がちょっと長いので今後は帝運というところで言っていきたいと思います。まず秘技についてです。秘技に関してですが、範囲内の敵にめまい状態を付与することが可能となります。このめまい状態のままで戦闘に入ると帝運の行動順が早まります。さらに防御力ダウンデバフも付与するっていうところです。戦闘開始からデバフの付与が可能となるわけです。さらに帝運がフィールドにいるだけで専用のデバフを付与できるようになっています。まあ、デバフという表記になるのかまだ不明となっていますが、まあ、弱点撃破状態の敵を攻撃すると追加で超撃破ダメージを与えれるようになるというものです。これに関して言えば超撃破が1回発動ができるようになりますので、結構嬉しい恩恵かなと思います。続いてスキルです。スキルに関しては味方にバフと攻撃を強化するというところですね。まずバフの種類に関してですが、味方単体に撃破特攻バフを付与します。しかもこの時に専用バフの狐の祈りも付与するようになっています。狐の祈りを付与された味方に関しては、攻撃すると防御ダウンを一定確率で付与できるようになります。この性能が意外と強い性能かなと思います。さらに味方だけでなく、スキル発動後であれば自身の通常攻撃を強化するというところになりますので、帝運自体も攻撃が可能になるというところです。通常攻撃の使い道があるのは嬉しい要素かなと思います。しかももっと強力なのが必殺技ですね。必殺技に関しては弱点無視の全体攻撃というところです。一応炎ダメージの弱点無視攻撃というところになるみたいですね。
さらに敵全体の弱点無視の人生削りもできるということなので、削り具合からしてかなり強いのではないかと思います。ただしこの弱点撃破に関してなんですが、ちょっと気になるところもありましたので、これは情報待ちというところになるかなと思います。とりあえず性能としてはこんなところになるかなというところです。ではまとめていきます。まず性能面ですね。衝撃波の追加、防御デバフ、弱点無視の全体攻撃とデバフ特化の攻撃を持ったキャラになっています。このあたりは虚無キャラらしいというところですね。しかもこの性能に関しては衝撃波に必要な要素が多くなっていますので、ホタル編成の強化としてはかなり優秀なのかなと思います。衝撃波の発動が増えるだけでかなりありがたいですからね。しかもこれが常時発動となった場合は調和主人公とかの役割が変わってきますからね。性能次第では大きく化けるキャラになるのかなと思います。ですがこの保持後低運に関してなんですが、デバフの数が結構多いんですよね。スキルで防御デバフを付与できる専用バフを味方につけたりっていうものがあります。なので予備の虚無キャラとしての採用もありなキャラになるのではないかと予想しています。燃焼の付与は確認されていませんが、味方に防御デバフを付与できるようになりますので、これによってどのキャラでもデバフ付与が簡単にできるようになるのではないかと思ってます。ただしこの防御デバフが通常攻撃のみなのか、どの攻撃でも乗るのかっていうのが気になるところですね。それによっては効率が大きく変わるところがありますので心配な部分となっています。それによっては予備の採用は難しいっていうところがありますね。ただ今までの虚無と比べるとかなり強力な性能が多いので、虚無枠の穴埋めとしては活躍できそうな性能になっているのかなと思います。燃焼の付与とかダメージ次第では持続パーティーの強化っていうところにもなりますので、ちょっと楽しみな性能になってるなと思います。それでは復刻枠の2人についても性能を簡単に振り返りたいと思います。まずケイゲンに関してです。ケイゲンの性能の振り返りとしては3つですね。まず1つ目はダメージが神君依存の立ち回りになるということです。攻撃回数やダメージなど神君に依存した立ち回りとなりますので、軽減の攻撃で神君の最適化を頑張る動きが大事になります。例えばスキルを必ず使うとかですね、こういった行動が大事になるキャラとなっています。ですが神君に関しても結構強力です。それが2つ目です。神君は軽減によって10段まで強化ができるというところですね。スキルで2段、必殺技で3段強化できるようになっていますので、なるべく軽減に関してはスキルを多く使って神君の強化を狙っていく必要があります。10段まで貯めることができれば人生削る要因としてもかなり強力となりますので、なるべく強化をしっかりしていきたいキャラというところになりますね。この行動を覚えとかないとなかなかダメージは出しづらいかなと思います。またこれが原因で神君の行動がちょっとずつ速くなっていくこともあり、なかなか扱いが難しいというところがありますね。続いて3つ目、軽減にバフをかければ反映されるというところです。これにはちょっとした注意もありますが、基本速度以外のバフは軽減に付与すれば神君にも適用されるようになっています。そのため強化自体は可能です。なのでダメージアップ要素としては調和キャラとかを入れておくとそれだけでかなり強くなるというところがありますね。ただ速度に関してはありませんので、その点だけが注意というところです。まあ、こうやって見ると召喚物をうまく使えれば強くなってくるキャラなのかなというところです。まあ、しかも貴重な雷アタッカーですからね、大事な属性のキャラになるかなと思います。では続いてホタルについてです。ホタルの性能も3つですね。まず1つ目、初動から必殺技を使えるというところです。ホタルに関してですが、戦闘開始で EP が 50% 回復するようになっています。さらにスキルを発動すれば 60% 回復するようになっていますので、開始1ターンで必殺技を発動できるようになっています。これが本当強い部分ですね。これに合わせて味方のバフもコントロールできれば早い段階で効果力を叩き出せるっていうのが特徴的です。衝撃波をうまく発動できるように誘導すればかなり強い性能というところですね。続いて2つ目です。完全燃焼状態で超強化されるというところですね。ホタルに関しては必殺技で状態変化があります。これにより弱点撃破効率がプラス 50% アップ、弱点撃破ダメージがアップ、速度アップ、効果抵抗アップとなり、いろんな効果が付与されかなり強いです。中には火ダメアップの効果もありますので、攻撃を食らっても倒れづらいというのがありますね。攻撃面の強化も多いですが、防御面から見てもかなり強い性能というところになりますね。そのため効果力が簡単に出せるようなキャラとなっています。ですがさらにこの性能を伸ばすものとして3つ目の性能がかなり強力なものとなっています。それが秘技と強化スキルで炎弱点を付与できるというところですね。秘技では戦闘開始に付与ができるようになっています。しかも全体ですね。ス
キルの場合は対象単体となりますが、炎弱点を付与できるようになります。戦闘中常に付与ができるようになりますので、戦闘効率めちゃくちゃ上がります。しかも追加能力で弱点なしの敵でも本来の人生を 55% 削ることが可能となりますので、とりあえず攻撃が当たれば何かしら人生が削れるっていうものになります。なのでちょっとした雑魚であれば簡単に削り切ることができますし、強いボスでも無理やり弱点をつけて倒すことができるっていうキャラになってます。弱点を付与できるっていうのはかなり強い部分かと思います。それではこちらについてまとめていきたいと思います。まずは軽減に関してです。軽減に関しては召喚物に関する性能補助が今後増えてくれば日の目を見る可能性はあるかなっていうところですね。今度実装されるサンデーが召喚物に対するバフを持ったキャラっていうところになりますが、まあ、サンデーと並べてガチャは判断したいところがあるキャラっていうところです。なるべく召喚物特化の性能アップが欲しいなっていうところがありますね。それ次第では化けるか化けないかみたいなところがあると思います。続いてホタルについてです。ホタルに関しては現在インフレの波に乗り切ってるってところがありますので、あとはホタル対策がいつされるのかっていうところになるかなと思います。それまでは活躍は十分できるかなと思いますね。新しく更新された裏庭も使ってみましたが、やはりホタルは強かったなと思います。また今回限定定運が出ていますので、そちらを入れた時により強化がされる可能性もあります。なので今よりも強くなる可能性っていうのはありそうですね。この二人に関してですが、サンデーとテウン、それぞれ強化対象になるかなっていうところになりますので、アタッカーとしては持っててもいいのかなと思います。それではサンデーとテウンの活躍できそうな編成予想をしていきたいと思います。まあ、これで大体ガチャを引くかどうかっていう判断ができてくるのかなと思います。まず、サンデーの活躍予想とかできそうな編成についてです。大きく二つですね。まず一つ目、軽減のような召喚持ち特化の編成っていうところです。これに関しては、軽減、サンデー、ロビン、ポポとなります。こちらの並びを見ると、ちょっと軽減キャリーみたいな編成になっています。まあ、他の召喚物持ちでも活躍できるのではっていうところですね。なるべく軽減のスキルと必殺技を回したいっていうところがありますので、そういった意味では、ロビンであったり、ポポを入れています。ポポの部分がアベンチュリーになってもいいのかなと思いますね。耐久の安定がありますので、そちらを入れるのもありかと思います。続いて二つ目。陰月、陣、軽流、アタッカーの編成ですね。まあ、過去のアタッカーっていうところの強化になるかと思います。こちらの編成の場合は、陰月、サンデー、ブローニャ、フォホというところになりますが、サンデーのバフがそもそも豊富で SP 回復もできるようになっていますので、陰月でも扱いやすくなるのかなと思います。ただ、どれくらい効率がいいかはまだわからないですね。この点を考えると、陣や軽流の方が陰月よりも相性はいい可能性は高いです。ですが、バフが豊富なので、こういったアタッカーと組ませやすいっていうのはかなり嬉しい要素かなと思います。あとは EP の回復ができますので、必殺技回転効率編成も良さそうです。今まで星4点を入れてたところに、サンデーを入れるってことも可能になりそうですね。アルジェンティ、ウンディ、クラーラ、このあたりが強化されそうです。それでは続いて、低運の予想編成に行きたいと思います。まずは、衝撃編成ですね。ホタルやランハの編成と相性が良くなるのではと思ってます。ホタルの編成で見ていくと、ホタル、ヌアン、ヘイウン、レイサーになるかと思います。衝撃波が1回発動できるようになりますので、調和主人公を抜いてもいいのかなっていうところです。使い勝手次第では調和主人公とルアンを入れ替えるっていうところになりますね。単純に防御デバフと撃破特攻の数値がアップしますので、その点では非常に相性がいいのかなと思います。続いて候補としては読み編成ですね。編成としては、読み、昇級、低運、不減となります。この編成に関してなんですけど、低運のバフを不減に付与することによって、不減の通常攻撃で防御デバフを付与できるようになりますので、意外とデバフ担当として役に立つことが多くなるのかなと思います。意外とこの編成でデバフをまんべんなく配れるようになるので強いのではないかというところですね。ただし、低運がどれくらいデバフを配れるかというところが肝になるので、まだまだ予想の範囲というところになります。待機枠アベンチュリンにしても同じように通常攻撃でデバフを振れるようになりますので、このあたりは不減とアベンチュリン入れ替えでもいいのかなってとこですね。あとは、昇級を持っていない場合はここにペラを入れるとより相性が良くなるのかなと思います。あとは、燃焼の付与次第というか、ダメージ次第では持続編成もいけるのではないかってとこですね。まあ、撃破特攻のバフがありますので、そこの恩恵は持続編成にもあるのかなっていうふうに予想しています。ではまとめていきます。編成に関して、まずサンデーからですね。サンデーに関しては、幅広く使えるようになっているのかなと思いますね。召喚物や過去のアタッカーと組ませやすい性能というところです。
また EP 回復を生かせば必殺技回転率特化の編成でも活躍ができそうというところですね。ほんとこの EP 回復はかなり優秀になるんじゃないかなと思います。歩歩でもかなり強いですからね。続いて低運に関してです。低運に関しては超撃波やデバフを大量に使うアタッカーと相性が良さそうというところです。まあ既存の強いアタッカーと合わせやすいというところですね。なので既存のパーツとして入れ込めそうな性能をしているので、ホタルや読みに加えていきたいというところです。もしかしたら他でも使えるかなっていうのもありますので、いろいろ試したいですね。ただ予想としてはこの編成というところになります。それでは動画のまとめに入っていきたいと思います。今回はそれぞれ比較するのが難しいっていうのがありますので、それぞれおすすめな人を並べていきたいと思います。まずはサンデーからです。サンデーがおすすめな人は4つの項目があります。まず新しい編成を今後考えている人、これは記憶が出てきますので、記憶用の編成っていうところですね。あとはアタッカーが揃っている人です。もうすでにどのアタッカーも持ってて、あとはサポートを揃えるっていう人にはおすすめかと思います。続いて3つ目ですが、限定調和所持が1人の場合です。これは最近始めたりとかした人におすすめできるキャラかなと思いますね。性能的にはかなり網羅できるような内容となっていますので、今から始める人にもかなりいいキャラなんじゃないかなと思います。そして4つ目、今後の記憶キャラを獲得予定の人です。まあ 3.0 以降の話ですね。記憶キャラに関しては召喚物を扱うという話が出てますので、主人公をはじめ活躍が期待できるのではないかと思います。ではサンデーがおすすめな人をまとめると、バージョン 3.0 以降に備えている人向けになるのかなと思います。記憶の運命の登場とかありますので、それに対して十分な準備をしたい人向けというキャラになるかと思います。まあ、あとは過去のアタッカーも使えますので、復帰勢にもおすすめなキャラなのかなと思います。続いて希望のさすらい人がおすすめな人についてです。こちらも項目は4つですね。まず1つ目、ホタル読みの強化をしたい人向けです。虚無キャラとなっていますが、防御デバフだったり撃破特攻が漏れますので、この2人とは相性がいいかなと思います。あとは限定虚無の所持が少ない人ですね。まあ、限定虚無キャラに関してはやっぱデバフの数が多いというか、デバフの付与が本当強いので、デバフ付与を全くできないというか、そこに困っている人にはいいのかなと思います。続いてルアンを未所持の人です。ルアンに関しては唯一無二の性能がありますが、低運に関してはそれに近いものが備わっている可能性が高いです。まだまだわからない部分がありますが、もしかしたらルアンに似たような性能があるかもしれませんので、ルアン未所持の人にはおすすめというところですね。そして最後4つ目です。デバッファーで困っている人ですね。先ほどの虚無と同じようなところになりますが、デバフキャラがそもそも揃っていないという人にはおすすめというところです。だいたい昇級とかそのあたりですね、それを持っていないという人にはおすすめできるかなと思います。ではこちらをまとめると、現環境編成をさらに強化したい人向けのキャラになってくるのかなと思います。底上げというよりかは、さらにデバフを付与して味方の強化をするっていう感じですからね。火力を上げる要素としてはかなりいいキャラになるのかなと思います。では続いてケイゲンです。ケイゲンがおすすめな人は項目は3つです。まずサンデーを所持している人かなと思います。これに関しては現在のアタッカーというところで見ても活躍がなかなか難しいんですよね。ですがサンデーの召喚物の即行動によって、ケイゲンがある程度活躍する可能性が出てきてます。それがありますので、まあ、サンデーを所持した状態なら軽減を引いてもいいのかなっていう判断です。続いて2つ目は、雷アタッカーを全く持っていない人向けですね。まあ、現在読みの復刻などありますが、そもそもカフカも持っていない雷アタッカーで困ってるという場合は引くのはありかもしれません。ただし 3.0 で雷キャラが来るような感じになっていましたので、そのあたりは注意が必要というところです。そして3つ目、軽減が推しである人っていうところですね。先ほども話したように、なかなか活躍が難しいキャラとなってます。また、サンデーが出てきたからといって、どれくらい活躍できるかも未知数です。なので、軽減が推しであるっていうのがかなり重要な要素になるかなと思います。それでは、軽減についてまとめていきたいと思います。軽減に関しては、他のキャラが十分に揃っていて、それでも欲しい人向けっていうところですね。おすすめ度合いとしては、なかなか進めづらいっていうのが正直あって、サンデーの要素に関しても不確定要素が多いところがありますので、そこまでおすすめはできないなと思ってます。本当に推しなら引きましょうぐらいのレベルになるのかなと思いますね。それでは最後、ホタルがおすすめな人についても話していきたいと思います。まずは環境アタッカーが欲しい人ですね。ホタルに関してはなんだかんだ環境アタッカーですからね。炎弱点付与に関しては、よほどそれを防ぐキャラが出ない限りは活躍ができるようになっていると思いますので、そういった人はぜひ引いてくださいというキャラになっています。
あとは凸をとにかくしたい人ですね。ホタルに関しては凸をするとかなり強力になりますので、凸を目指している人もホタルを引くのはありかなと思います。3つ目は効果力をとにかく出したい人ですね。衝撃波のダメージが本当に高いので気持ちいいです。使っててスッキリするキャラではありますので、効果力をとにかく出したい人にはおすすめっていうところですね。またホタルに関しては効果力が出せるキャラというところになりますので、始めたばかりの人にもおすすめというところですね。環境を取ってる理由としては弱点の付与があって楽ができますし、何より調和主人公と合わせればとにかく火力は出せるようになっていますからね。そういった点では使いやすいキャラかなと思います。ではホタルのまとめに行きたいと思います。現在のゲーム難易度を下げたい人にはおすすめってとこですね。まあ高難度のクリア目的とかいろいろあるかなと思いますが、やはり戦闘の効率だったり戦闘面が強いところがありますので、ゲームの難易度を下げたい人にはホタルはおすすめできるかなと思います。できればモチーフも引いてさらに難易度を下げるというか強くするのはありかなっていうところです。それでは全体的なおすすめのまとめに行きたいと思います。サンデーやホタルは揃っていなくても欲しいキャラっていうところにはなりますね。やっぱこの二人に関しては性能高いなと思いますね。それに比べて低運と軽減はある程度揃えてから欲しいパーツみたいなところがあります。軽減に関しても確かに強いアタッカーではあるんですけど、パーツの不足感を感じるんですよね。そこが気になるのでなかなか進めづらいです。ただし気になるのは低運ですね。低運の場合は性能的にルアンに近い可能性もあります。まだまだ不明なところが多いんですよね。なのでその場合は優先的に欲しいキャラになる可能性があります。まあサンデーと横並びになる可能性もありますので、一旦はサンデーホタルどうしようかなっていう視点で考えてみるといいのかなと思います。まあそれかサンデーを引く、ホタルを引くっていうのを一旦待って、低運の情報を待ってから引くっていうのもいいかもしれないですね。個人的にはそれが一番安心できるかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。